K1 クラッシュファイト108 3A ワーク住吉スポーツセンターです。神戸市出身の東本、そして伊丹市出身の聖也、両者兵庫県の出身です。そして東本はこの聖也のマッドマックスジムにかつて所属していました。両者鋭い睨み合いがありました。3連敗中の東本と4連勝中の聖也、対照的ともいえる現在の両者の状況です。さあ第1ラウンド始まりました。赤のグローブサウスポースタイル東本、青のグローブオーソドックススタイルは聖也です。石川さん、両者負けられないですね、この試合は。そうですね、はい、あの聖也選手としてね、もうやっぱりどんどん上の選手を、キャリア上の選手を食ってやりたい、倒していきたいってなりますしね。東本選手としてはね、この連敗中のなんか覚悟を見たいですよね。ここでね、やっぱ地元に近いこの大阪という場所で何かを掴んでほしいですね。そのピースを拾いに来た、そのはずです、東本。やっぱね、ベテランなので、何か一つがね、歯車が戻ってくればまたポンポンポンと勝てる実力はあるんでね、はい、東本選手は何かがずれちゃってるんだと思うんですよ。まあ、先ほど衝撃の KO 勝利を果たしました近藤健生もノックアウトして、川原修司にも勝ってという、この東本。そう、左のパンチの、ね、バリエーションがね、強打が持ってますからね。ただちょっとそのリズムが狂い始めたのは去年の年末の K1 大阪大会でした。まあ、そのちょっとリズムが崩れ始めた関西の地でもう一度再起をかける東本。ここは聖也の蹴りが下腹部に入っています。まあ、ここはローブローとはなりましたが、篠原選手、立ち上がりはどんな印象ですかね。そうですね、東本選手はパンチ主体で左ストレートとかも強いんですけど、はい、で聖也選手は空手出身 で蹴りのバリエーションが多いんで、そこがどう噛み合うかなって感じなんですけど、今はそうですね、お互いまだそうですね、同じぐらいですね、五分五分かなって感じですね。篠原選手はやるとしたらどっちの方が苦手ですか。そうですね、蹴り、僕パンチが得意なんで、はい、蹴りが得意な選手はあんまり嫌っすね。あ、石川さん、そういうものですかね。そうですね、やっぱり相性というものがありますから、僕もね、現役時代はいろいろ自分の得意な相手、苦手な相手っていましたよね。そのあたりというのもこの両者にとってどういったところとなっていくのか。ここあのインローがいいですね。ちょっと東本の右足ですね、当ててるだけでも距離掴めてくると思うんで、ハイキックへ散らしていった。そうですね、ああいうふうにローが当たってくるとハイキック、蹴り分けが相に有効になりますからね。ローキックは空を切ります、東本。ミドル、東本選手5点になっちゃダメですね、強引さですよね。もともと気が強い東本選手なんで、その5点になっちゃダメですよね。強引にすることで、その本来の自分の実力取り戻せるんじゃないかなと思います。いや、南川さん、聖也の蹴りは多彩ですね。いや、かなり上も下も散らしてやってますので、反応鋭い、ちょっとインロー嫌ですね。南川さんもこのキックボクシングやることあるようですけど、蹴りはどうですか。はい、あ、僕はもう基本的に受ける専門なので受け専門なんですか。はい、おじさんに結構スパーリングでめちゃくちゃやられてますね。それは痛いんですか。あ、痛くないんですよ。失神はしてますけどね。ロシアの格闘技、システマの呼吸法で痛みを感じない、そうですね、南川さんです。そうですね、でもあの蹴りは嫌ですね。そうですね、ちょっとうるさいですね。はい、パンチも混ぜてくれる聖也です。第1ラウンド残りわずか、ここで第1ラウンド終了です。篠原選手、第1ラウンドどんな印象ですか。そうですね、聖也選手のペースはペースだと思うんですけど、はい、まだ掴みきれてはないと思うん で、あの蹴りはいいと思うんで、インドをどんどん出して、でパンチでも出していけたらなと思いますね。聖也がその掴みきれていないっていうのは原因はどんなところですか。そうです、もうちょっと詰めていきたいですよね。下がってるんで東本選手 で、はい、東本選手はもうプレッシャーかけられてると思うんで、あのインドとかを外していきたいですよね。それはちょっと詰めるとかもあるんですかね、東本の方から。それともまた、そうですね、東本選手は結構打ち合いに持っていきたいと思うんで、ごちゃごちゃで強引にパンチの打ち合いに持っていった方が勝機はあるかなと思います。なるほど。まあ、石川さん、左の一撃っていうのは東本すごいですからね。そうなんですよ、それをその距離、タイミング、距離を合わすためには
ね、さっきも、ね、強引さだと思います。やっぱ今ね、あのせいや選手のパワーはあるっていうのも第一ラウンドで分かったと思うので、そのパワーに対して臆しているとどうしても距離が自分のものじゃなくなってしまうので、そこを挽回するのはもうね、自分のアグレッシブさ、つまり強引さだと思うんですね。右のミドル、これがね、1ラウンド目 の、 あのインターバルでどういうふうに東本選手がセコンドからのアドバイスを受けたか。右のストレートを使ってきます。篠原選手はこうサウスポーとオーソドックススイッチしたりもしますけれども、はい、サウスポー相手だったらどう戦いますか。そうです、サウスポー相手だとやっぱ距離が遠いんで、いつもより 1.5 倍ぐらい前に踏み込まないとパンチも蹴りも当たらないと思うんで、東本選手はそうです、もう半歩一歩前に出た方がいいです、ね、なるほど。今当てられて自分の攻撃が当たらないっていう状況なんで、それが一番良くないです、ね、ああそうですか。今ねミドルキック2回空振りしたんですよね、東本選手。だけど聖也選手のはミドルキック当たる、うん、距離感をつかめてるのは聖也選手なんですよね。東本の方からするとまだ分からないっていうところなんですか、その距離感って。それとも入りづらいっていうような状況なのか。そうですね、聖也選手のプレッシャーにやっぱり下がらされちゃってるっていうところが、本当距離感でいうと5センチだけでも、うん、今みたいに今すごくアグレッシブに自分から踏み込んで蹴ったじゃないですか、はい、ああいう場面をパンチでも作りたいっていうことですかね。そうですね、東本選手もうちょっとパンチで前に出てもいいかもしれないです、ね、そのパンチを見せていくことができるか。左の外側へのローキック、聖夜。強引さってね、すごいですけど、僕ね、あのイコール覚悟なんですよね。やっぱり聖夜選手のところに入るの怖いですよね、パンチ、ストレートもフックも強いのがあるんで、だけどそこをね、それよりも自分の攻撃を当ててやるっていう、ぐちゃぐちゃにしてでも当ててやるっていう覚悟は気持ちから来るものなので、ここは小足のリング、その覚悟を見せる場でもあります。さあ右のストレート、シャープなパンチを打ってきました聖夜。なかなかこの手数が多い聖夜です。ちょっと東本の手数が減ってきたか。汗の量全然違いますね、すごいですね。南川さん、そうですね、聖夜はかなり汗かいてますね。今聖夜が右のストレート飛び込んだところ、東本左の大振りのスイング、カウンターを打っていきました。それもしっかり冷静にブロックしている聖夜です。リング中央での戦い、パンチからの左のフックからの右のストレートです。このミドルは踏み込めている東本、その後が欲しいんですよね。あの後と言いますと、どんなのがありますか。ミドルキックの後にそのミドルが当たる距離ということは、パンチの当たる距離にも入り込めているので、はい、その後は続けたいですよね。単発で終わらないでほしいということですね。ちょっと距離を取るか聖夜、残り10秒となっています。パワーパンチが当たっているか、東本の頭がグラッと揺れました。ハイキックはスウェーバックでかわす東本、プレッシャーをかける東本、聖夜ここは下がるか。東本選手、実力があるんで、出し惜しみせずですね、はい、うん、まずミドルキックでその後に散らしてパンチでも蹴りでもつなげていけたら展開変わると思いますね。聖夜選手は、ね、パンチがむちゃむちゃ強いん で、はい、でパンチがボコボコボコって当たるから、それで上体が流れたところにローキックだとか、やっぱああいう上手いですよね。どうでしょう、ここまでは東本よりも聖夜の方がやや優勢ですか。そうですね、そうですね、はい、やや印象点としてアグレッシブなポイントは聖夜選手の方が見える。ただポイント取り切ってるかどうかまではっていうところですけどね。ただアグレッシブなのは聖夜選手かなというふうに見えますね。いや、南川さん、なかなか両者の技術高いですね、はい、本当に。そうですね、でも確かに聖夜選手の方が押してる感じは確かにちょっとあるので、東本選手としては行くしかないですよね、これは。まあ、倒せば2ポイント差は確実につくという、うん、この K-1 クラッシュファイトのルールです。連敗をね、脱出するためにはもう自分の覚悟だと思うんですよ。まあ、ちょっと今日話そうかどうか迷ってもいたんですが、石川さん、はい、前回の東本の試合の時には、うん、同じジムの浦部博隆選手が解説に入ってくれて、ね、はい、東本が敗れた後にちょっと厳しい言葉を送ってたんですよね、うん、そうなんですよね、結構ね、うん、そこまで厳しいことを、うん、言った、ね、この放送で言った浦部選手の、ね、言葉っていうのをどういうふうに受けたかなっていうのを僕も実は注目して見てたんですね、うん、やはりそれぐらいの覚悟というところは東本、このリング上でも見せなければいけません。
やっぱり自分でね、ただ練習するだけじゃなくて、左のハイキック、実力はすごいあるのはね、うん、僕も知ってるので、それをどういうふうに使うかですから、リングの上で。ヤシノアル選手、リングの上っていうのはやっぱりでもいろいろな感情があるんでしょうね。そうですね。でも東本選手も3ラウンド1、2ラウンドペース取られてたと思うんで、もうどんどん前に行くしかないですよね。せや選手もペースは取ってるんですけど、そうですね、絶対そうです、効かしたパンチとかまだ当てれてないと思うんで、そこをしっかり当てていきたいですよね、3ラウンドで。そこは確かにこの聖夜の方も入っていくっていうところを見てみたいところありますね、篠原選手。そうですね、やっぱ3ラウンドなんで、もうお互い前に出てほしいですね。前足当たる、前足当たる、いい位置にやるぞ、いい位置にやるぞ。そう、思いま す、うん、どうですか。オーバーハンドのね、あの左フック、はい、すごく強いんですよ。そこをね、単発で出すんで、それをね、いろんな攻撃を散らして、それでフィニッシュっていう展開が作れると KO のシーンになるんじゃないかなと思うんですけどね。その左のフックが出てくるか、ガードを固めて、そしてパンチを打つ東本。じりじりと相手のミスを待つか、聖夜と東本、それともこじ開けるか。2位の、はい、でも3ラウンド目、このお互いのプレッシャーがお互いにありますよね。東本選手、はい、そうですね、聖夜選手の攻撃の後、打ち終わり狙っていた方がいいですね。打ち終わりを狙う、はい、ぐらつきましたが、ダウンはありません。さあ、ラッシュいく、聖夜。さあ、一気にいくか、一気にいくか。そう、ここですよね、ここですよね。左のストレートです。東本の左のストレートを持ちます。この展開の方が東本選手も、分はあると思うんで、前に出てほしいですね。鼻血が滴り落ちてきました、聖夜。ただ右のミドルでしっかりと東本の動きを止めていく、うん、ね、東本選手のプレッシャーいいですよね。攻撃を受けながら下がらされてるのは聖夜選手からね、今ね、左、火を吹くか、東本の左、残り時間はわずか、蹴っていく、蹴っていく、聖夜も蹴る、ただ東本パンチを返す、ここで飛び込んでいった東本。3分3ラウンド終了です。いや、3ラウンド目のお互いのプレッシャーはゾクゾクしましたね。そうですね、あれぐらいの意地というのがやはり魂を持ってますからね、両者。そうですね、はい、もう本当に、うん、緊張感ありましたね。一瞬でも気を抜いた方がやられるぐらいの、はい、そのぐらいの緊張感が3ラウンドありましたね。聖夜と東本、いやー、南川さん、はい、じゃあもう1ラウンド見てみたいっていうところもあるかもしれないですね。いや、ちょっと見たいですね、もう1回見たいっていう感じありますよね。ですよね。その3ラウンドのあの盛り上がりというか、殴り合いというのもう1ラウンド見たいなって感じありますね。さあ、判定はどうか。お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。ジャッジ2票以上で勝利が決まります。ジャッジ岡田30対29、青セリア、聖夜に1票入りました。ポイント差1ポイント。30対29。青セリア。聖夜の勝利となりました。3票聖夜に入りました。なんと東本は4連敗。聖夜は5連勝。明と暗分かれました。いや、聖夜選手のやっぱりアグレッシブな、前半からずっとアグレッシブだったところが評価されたっていうジャッジですよね。そうですね、東本選手としてはね、4連敗するような実力じゃないからこそ、今の、ね、3ラウンド目のあのさっきある前進を、これからの次の試合ではね、前半からずっと継続、キープして見せてほしいですね。今リング上の東本を見ますと、今リングおりますが、いや、篠原選手、何かちょっとまだやり足りないような印象なんですけどね、東本自体が。3ラウンド後半の東本選手良かったと思うんですけど、あれをもうちょい前半からやってれば試合の展開は変わったかなと思います。うん、いや、何か東本には出し切ってほしい、そんな思いも湧いてきます。ただ、まあ、この一方の聖夜ですけれども、石川さん、はい、さらなる成長期待したいですね。そうですね、はい、あの今日の試合大きいと思いますよ、この勝利は。やっぱりキャリアの上の選手に対してプレッシャー負けせずに自分からどんどんアグレッシブにいった。で、次はね、これをこの次はダウンを取れるほどのね、
技術を持ってくればもっともっとこれ上に行けますね。せいや選手は魅力的な一発力もありましたもんね。ありますからね。どんどんの魅力はこれから輝く選手だと思いますね、はい。さあこの大阪のリングからいよいよ後楽園進出となるでしょうか。せいや第4試合東本を下しています。